今日は皆さんにマレーシアのギャグを教えるで。Yo! What's going on, 日本？リクエで。日本のお笑いっていうのは特殊ですよね。日本の芸人さんたちはね、自分らで持ちギャグっていうものがあります。そしてこの持ちギャグはね、なんやかんや言ってなんか商品みたいなものになっておりますよね。でその持ちギャグはね、たまに海外にね流出されたりすることもあります。例えば皆さんはね、海外でねどっかのお土産屋さん歩いてる時に日本語で喋っててね、でそこら辺のお土産屋さんのあんちゃんがその日本語が耳に入ってきて、客呼びとしてなんか変な日本語、変なギャグを言い出したりして、皆さん振り返ってそっから会話が始まったりすることもあるかと思います。このギャグっていうものはね、ある意味コミュニケーションの第一歩、コミュニケーションのツールに役立ちます。というわけで今日は皆さんにマレー語でギャグを教えたいと思います。早速見ていきましょう。 Let's go! アッパープニャトゥール、アッパープニャトゥール、アッパープニャトゥール。アッパーは何、プニャはの、そしてトゥールというのは使い物にならない的な意味を持っております。アッパープニャトゥール、日本語にすると一番近い意味はなんやねん、ドアホまたはアオカという意味もあります。何かを突っ込みたい時に使います。では意味を分かった上でシチュエーション込みで見ていきましょう。あれこれ左右違うやん、アッパープニャトゥール。あれ全然反応せへんな、なんでや、壊れたのかな、あれ電源が入ってへん、アッパープニャトゥール。あ、ちょっとスプーン貸して、ありがとう。これフォークやん、アッパープニャトゥール。アッパープニャトゥールっていうのは2004年か2005年にマレーシアにある映画のタイトルの名前です。続いて見ていきましょう。ゴレンポゾラ、ゴレンポゾラ、ゴレンポゾラ。ゴレンは炒める、ポンはもう、ソラは美味しい。これはスラっていう言葉のどっかの州の方言です。ゴレンポンソラ、炒めても美味しいという意味になります。ボケるときに使います。では意味を分かった上でシチュエーション込みで見ていきましょう。ねえねえ、この漢字の読み方知っとる？教えてや。わかるよ、これゴレンポンソラ。あー、なるほどね。いや、言語違うやん。あれ全然開かへんな、これちょっと手伝ってくれや。ゴレンポンソーダ。でね、みかんの一番美味しい食べ方って知ってる？ゴレンポンソーダ、生に決まっとるやろ、アッパープニャトゥール。ゴレンポンソーダっていうフレーズは、まあ、マレーシアで昔の CM の中のワンフレーズやで。いやー、どうでしたか皆さん、今日はねマレー語のギャグを覚えたかと思います。ぜひ皆さんもね、このギャグを使ってどんどん会話してみてください。当たれば受けるけど、当たらなかったらまあ滑ることになりますので、まあ自己責任で使ってください。というわけで今日のレッスンをご覧にしておきます。また会いましょう。以上、リキャットでバイブ。アッパープニャトゥール、ゴレンポゾラ。